浅田さん、これ、はい、テレビで見たとこビニールテープでぐるぐる巻きにしてる。ちょっとじゃあご挨拶してみます。はい、はい、ちょっと待ってます。いいね、見てよこれ、アジ柄のメール失礼します。はい、すげえ、アジ柄、アジ柄、アジ柄、そうそう、いやすごい、ササインだね、マルド、本当だ、本当だ、本当だね、あのここはもう私、それこそ先輩にずっとごちそうになって、そうなんです、ね、えぐみさんは、これ、えぐみの和夫さんっていう作ってる人がいつもここでごちそうしてくれて、そうなんです木曽さんに任せますっていうのは、あ、もうここはね、もう3つなんです、僕はいつも、はいはい、もやしそばと、チャーハンと、シューマイ、あー、この3つ、いきましょう、はい、ここ古いんですか、ここ古いですね、多分ね、え、来州軒さんって歴史どれぐらいでしたっけ、ラーメン屋としてですか、はい、昭和25年からです。昭和25年ってことは1950年なんで、ああ、じゃあもうすごいです、70年ぐらい、すごいですよね。いや、これですよ、とろみがうまそうでしょ、これ食べ進むうちにだんだんあんかけとスープがね、馴染んでくるんですよ、はいはい、これあんかけと、はい、これがね、もう味変みたいな感じでね、結構その真ん中に寄ってですね、うん、あんかけがね、キクラゲ好きなんで、この大きいキクラゲ入ってるの嬉しいですね、食感がね、楽しい、うん、食べましょう、食べましょう、食べましょう、あー、いいね、麺の色が、うまそう、いただきます、これよ、いやいや、まあもうちょっとほら入れらんないから、ね、いただきます、うわ、絶対うまいな、これ、うまい、めちゃめちゃうまいですね、ちょっといただきます、あ、はい、あ、おいしい、うわ、とろみがいい、いいね、本当に二人とも入れ物かわいいな、二人はプリキュアって言ってますね、うちの子供が食ってるね美味しい、うまい、ね、プリキュアの横には本気具が一人いるし、うん、まっ甘みすごいですね、うん、もうちょっとしょっぱいのかなと思って、あ、全然全然さっぱりして美味しい、うん、はい、チャーハン、うん、あ、はい、失礼した、うん、うわ、大好物、うん、なんか変わった色ですね、うん、あ、うわ、そう、こんなん絶対にうまいね、あの、何、高温でさっとこう炒めた感じ、はい、失礼します、ありがとうございます、うん、そうそうそう、ね、そうそうなの、どういうパターン、どういうパターン、玉ねぎがね、シンプル塩コショウ、うん、そうなの、うん、あんまりこう醤油とか入ってないですね、そうですね、うん、うん、はい、あと、うん、あー、ちょっと、うん、シンプルでうまいな、うん、味が濃いのも美味しいけど、うん、このさっぱりしたのがいいですね、飽きない、うん、うん、うまい、おう、わっからずすごい話が別件なんですよ、わっからずすごいですね、あ、美味しい、ボロボロ系じゃん、うん、ちゃんと、うん、あ、ビールです、ビールを見たときに、あ、ほんとね、変な構造を聞かせない、うん、うん、あ、そうそう、ご飯のおかずのシューマイじゃなくビールのつまみになる、そう、ほんとに最高のチャーハン、いや、最高でしたね、でもこれまだ序の口でしょ、もう全然まだいっぱいある、握り中の握りでしょ、本当になんだ、まだいっぱいあるから、
いやでもまああのもしよかったらまた声かけてくださいよ。キサさんマジ最高ですよ、ね。はい。月1ですね。行っちゃいます？はい、喜んで。月1これ。また絶対太るね。セブンの新商品食って朝食って。もし痩せるのか。他の食べる企画もやってるから。から痩せてったのがこの一発で元に戻るんですよ。戻るの簡単だから。もう一発ね。サンバルで2歩下がってるんですよ。まあ2歩で済んだらいいよね。たまに4歩下がる。下がるんだよ。むしろ太れちゃうから。まあでもやっていきましょう。ぜひぜひ。今度中も撮らせていただきます。ありがとうございます。お話の方々ありがとうございました。ご理解ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ。はい、はい、あの、しかせ、ありがとうございました。